白昼の血統は1946年のアメリカ合衆国の映画である。制作者デビッド・オーセルズニックは、風と共にサリヌの西部劇版を意図し自ら脚本を執筆し、キング・ビダーが監督を務めた。当時としては珍しく、西部劇に家庭の不和や老夫婦の永年の確執、及び広いをめぐる兄弟間の確執を描いている。 先行ロードショーのロサンゼルス地区では1946年に一週間今上映されていたため、1946年度作品として、ジェニファー・ジョーンズはアカデミー主演女優賞にノミネートされているが、他の週イコール全米公開は1948年で、あることから資料によって制作年度が異なった記述になっている。また、レリー・ペックも同年アカデミー主演優賞に、 ノミネートされているが、こちらは小鹿物語の演技が対象であり、両作ともに当時はまだ希少価値だったテクニカラー映画である。奔放な女性パールは両親を亡くしたことで父親の窮地の女性、ローラのもとへ預けられる。ローラの夫マキャンレスは保守的な性格をしており、インディアンの血を引くパールを遺憾視していた。一方、 マキャンレスの二人の息子ジェシーとルートは共にパールに関心を持ち、ルートはパールの体を奪う。マキャンレスは鉄道会社との間に圧力を抱えており、鉄道会社の肩を持ったジェシーを感動する。ルートは父親の後継者としての優れた一面を見せ、パールの心を支配し始めるが、婚約は拒否。神経を苛立たせたパールは年配の男サムとの関係を深め、 婚約までこぎつける。だが、サムは納得いかないルートによって殺される。野員に紛れて、パールと再会したルートは、メキシコへ逃亡する旨を伝えるが、パールを連れて行くことは再び拒否。前々から、病気がちだったローラは、振動のため死去。その頃都会で名士としての扱いを受けていたジェシーは、パールを自分の元へ置こうとする。ジェシーの婚約者は、彼の態度に疑問を持ち、 パールに自分と一緒に暮らさないかと提案。ルートはジェシーの考えを許さず銃撃して重傷を負わせる。ルートの呼び出しを受けたパールはルートを撃ち、パールもルートに撃たれる。息を引き取る寸前ルートはパールは本当に愛していたと言い,い、パールもそれを認めて満足しながら死ぬ。カッコ内は日本語吹き替え。 キネマ旬報ベスト1085回前市1924から201189ページ。ありがとうございます。